どうしようかな。なんだろうな。どうしよう。全然関係ない話していいですか、私。はい、何ですか。あ、さ、あの、やっぱ、私、もう冬で寒くなってきたじゃないですか。うん。手先？うん。を温めるとやっぱ全然違うなってことに気づいたんですよ、21歳 で、うん、で今まで手袋とかしたことなかったんですよ、うん、で手袋を買おうと思って、はい、あの先日買ったんですよ手袋。今日もしてなかった？革の手袋してた、してた、してた、ね、素敵だと思ったよ。で、うん、手袋ね、革の手袋安いから買ったんだけど入んないんだよ、さやかの手。さすがだね。フリーサイズなんだよ。うち本当に日本のフリーサイズおかしいと思うんだよ。だって手入んないと思うんだって。いやだってね、さやか本当大きいんだよ。手が大きいの、うちマジで。だって私なんか男性と繋いでるみたいだもん。本当に手が大きいので、皮も伸ばして伸ばしてさ、やっと入ったんだよ。さっき必死に。手袋ってそういうもんなの？あのね、やっぱさやかちゃん大きいよね。ブレスレットも入んないの、おかしい。本当本当、だから公園の衣装とかでこう、うんうん、取れないやつとかあるじゃん、輪っかのやつとか、うん、ほんと痛いからね手。もうほんとこうできるようになったもん、ちょっと若干こうちっちゃくしてる。いやでも私もこう入れてる、骨張ってるからこう入れるよ。ほんと困るよねっていう、ね、困るよね。ちょっとした愚痴ね。日本企画のその日本企画のサイズはどうなんだっていう。